あの大井選手となんかやってたことは同じなのかなっていうふうに思ってて、まあキャラの方もそうかもしれないですけど、まあ、途中でやっぱ雨が一瞬やむし、でも大井選手の姿を改善も見られたというところですね。そうですね、はい、良かったです。ありがとうございます。そして GT500 は、トップ3、ここに並んでるのがトップ3ですけど、公式練習トップ4がスープラということで、スープラ勢の登場も見受けられるんですが、さっきのところです。今あのいっぱい、優勝というところがあると思うんですが、2番手からスタートになるところのチャンスですか。まあそうですね、でも今日のレースの展開ってめちゃくちゃ難しいと思いますし、ヒット入るタイミングの中にすごい左右されたやられたりが重要になってくると思うので、本当にまあ昨日みたいなこういう風にしっかりと終わっているのがいいと思います。
ありがとうございます。皆さんにもよろしくお伝えください。はい、はい、風邪ひかないように。